二次審査くらい余裕です。俺恋人はね、例えばマドカとかは彼女シチューみたいなのもすごいハマると思うんだけど、恋人はそういうのは全く思い浮かばなくて、でも恋人とめっちゃ友達になりたいんだけど、恋人に彼氏できたらショックみたいな、うん、そういうポジションだね。このまま恋人は25くらいまで彼氏できないでいてほしい。いやー、わかるんだけど、クソわがままよな、それって。結局その孤独でいてほしくないからさ、その、だから急になんか、でも幸せにはなってほしいから、今まで恋愛経験値ないのにいい人にたまたま巡り合って、いい感じにその結婚までのルートをちゃんと、急に年取ってからいい感じに幸せになってくれっていう、クソわがままだよな、言ったらな。うん、でもよ、大学だけは許せねえよな、恋人は。大学の時期にさ、彼氏できるにしてもさ、同じ大学はダメだわ。いや、でもそれ考えたら、まあ、なんか、高校のうちに、会社でってのもね、おいおい、どうしたらいいんだよ、恋人。え、恋人どうしたらいいんだ、恋人の人生どうしたらいいんだ。プロデューサーさん、ダメだ、こいつを馬の骨に渡しちゃいけねえ。こいとだけはダメだ。どこその馬の骨に渡せねえ。こいと、パパ、話があるんだ。こいと、お前は確かに頭がいいけど、大学はやめた方がいいんじゃないか。さっき。この、これ見て。これめっちゃ可愛いんだよな。あの、この画面での再生なのか。この顔可愛いよな。さすがに可愛いな。でも白衣着てるってだけでさ、大学行ってさ、なんか理工学部とかさ、工学部とかに行ってさ、なんかオタクがさ、7割ぐらいのさ学部に行くかもしれないって思うとさ、だ腹が立ってくるからさ、ちょっと。でも恋人の大学だけは反対だよ。俺恋人の大学だけは反対。10連引こうかな。どうしよう、迷うんだよ、ちょっと。あー、シャニマスって感じだな。信じられないな。何か騙されてるのか、俺は。こんなもんで受け入れていいのだろうか。許せねえ、ダメだ、許せねえ。プロデューサーさん、許せないな。出なかったから恋と大学禁止だ。自分の考え諦めない、改めないとなって思ってたけど、ちゃんとここで出るようだったら、自分のその前時代的な考えを諦めて自由にさせようって思ってたけど、最低保障でサポートのかぶりしか出ないって。ごめん、こいつ実はお前の大学貯金からガチャ引いてたんだ、実は。だから物理的にもうお前は大学に行けないわ、ごめん。工学部女子からのお便りとなっております。工学部の女子が少ない学科の女子です。過去問をもらえそうという理由で、同学科の先輩が多い電子工学工作系のサークルに入っていたのですが、陰夢語録とポケモン実況者語録だけで9割5分の会話が成立する魔境でした。いや、きちーって。ポケモン実況者、そ、いやでも質感が、ポケモン実況者そこまでか、その領域だったか。あー、俺もねえ、一時期、がっつり見てた時期あるから、ちょっときちいわ。あ、きて。ポジツその息か。ああ。場に馴染むために、やりますね。口癖となってしまい。やりますね、なんてさ、触笑気味なセリフだけど、ちょっとこのなんか、なんだろうな、ビジョンを伴って読むと面白いな。恋人には女子が多そうな学科に行ってほしいですっていう。やりますねとか言う。うわ、いや、嫌すぎる。でもそう、ほんと多分さ、でもそうじゃないと生きていけないんだろうな、多分な。やめろって思うでしょ。ピエ、やりますねみたいなのさ、嫌だって思うじゃん。でも、それを嫌だって言ったら、一人で工学部生活を4年間生きていかないと、ん？高専だったら5年か？
大学だとしたら4年間、高専だとしたら5年間、孤独に生きていかなきゃいけないわけだよ。やりますねえか、孤独の5年か。だそこまで追い込まれたら、やめろとも言えないよね。それだったら、たとえきつくなったとしても、友達の1人や2人できてほしいっていう気持ちにもなるじゃん。だ久しぶりに会ったら、だからその、ピアが、ファーになってんだよ、多分ね。ファーって、ファッケーイ強者の翼じゃないひならちゃんまずいですよは許されるな。それは言葉狩りの領域許されるよな、これはな。うん。でも最初のさ、卒業1年2年ぐらいはさ、その多分抜けないと思うから、多分。卒業後多分抜けないじゃん。徐々に一般生活の女の子らしいことはに直していくことはできるかもしれないけど、多分1、2年後遺症残ると思うから、そう、その間はちょっと許してあげてほしいな。せめて。そうだよって。リハビリか通わないともいけないぐらいだから。本当に。まあ余裕ですと。ね時期なんて余裕ですよ。にへへへへ。小糸ちゃん。俺の中のさ、今、ダブったわ。漫画版ドラえもんと TOD 天下が。ひたむきになんか、ひたむきに入ってきたやつをなんか、これから工学部のみんなについていくために頑張りますってこう入ってきた小糸ちゃんに対して、私がポケモン教えてあげるにへへつって、あのPOD を仕掛けるっていう。純新作とかいうツタヤしか使ってない言葉な。ファンザもあるぞ。小生たちが生き生きとコメントしだしてるわ。小生とかいうマジで AV レビュアーしか使わない一人称。現行で小生、それがし使ってる奴ら全員レビュアー説。マジでこれ水曜日のダウンタウンよろしくお願いします。俺マジでそうなんじゃねえかっていう。本当に。まるまる女子。まるまる女子は、なんかナードじゃないオタクキャラが言ってるイメージある。かといってギークでもないみたいな。なんか、あの、毎回、あの、張り出されてる学校のテストが2位か3位ぐらいで、髪の毛ビシーってこう、ビシーってこうしてるやつで、歴史系のマニアとか、なんかそういうやつ、そういうやつが、おっとまるまる女子みたいな。クラスの委員長が、その総合力トップで1位なんだけど、そいつは、あの、2位で、でもなんか歴史においては毎回100点取ってるみたいな。小人が含まる女子呼びされてたら、うわぁ、なんて質感だ。あるな、それ。キモいやつから含まる女子って呼ばれてんの。とんでもねえ質感じゃねえかよ。なんなんだろうな、含まる小人の異常な驚愕に通ってはいけない感。やっぱ俺最初はネタで大学行くなって言ってたけど、相性悪いわ、あいつ驚愕と。キモい男に絡まれる様が、その変な意味じゃなくて、絡まれる感がすげえ、あるわ。